この動画には柿の成分が含まれています。視聴の際はご注意ください。どうも皆様はじめまして。ゆっくり九郎と申すものぜよ。この度は拙者の動画の閲覧、誠に感謝ぜよ。ポケットモンスター XY 発売まであと数ヶ月と迫る最近。いかがお過ごしでしょうぜよか？モチベーションがそろそろ高まってきた頃ぜよかな？最新情報とか見逃せないぜよよね。え、なんでさっきからぜよぜよ言ってるかって？キャラ付けぜよ。さて、実は拙者 XY が発売されたらやりたいことがあったぜよ。それは、実況者デビュー。たくさんの対戦動画を見てこの思いが抑えられなくなり、練習としてこの動画を上げた次第ぜよ。BW2 の動画は時期の都合上あまり上がらないと思うぜよが、どうかよろしくお願いしますぜよ。と、前置きはここまでぜよ。あなたはポケモンの対戦動画を見て、こう思ったことはないぜよ。私も、ポケモン対戦をしたい。あの実況者のように戦いたい。そしてこうも思いませんでしたか？でも乱数調整とかできないし、デカ体調整とかわけわからんわらわら。そう、最近のポケモン対戦は乱数調整が当たり前になってるぜよ。それに伴い、耐久調整、火力調整もよく耳にするようになったぜよな。別に乱数に対しての是非を問うつもりはないぜよ。しかし、こういう発言を聞くことが増えた気がしないぜよか？乱数しないとか舐めてるのかよ。理想個体以外は甘え。乱数できないし対戦はやめとこうかな。厳選じゃ限界あるしポケモン対戦やめるか。悲しいことぜよ。大人も子供も楽しめる対戦ツール。それ以上の価値があると考える拙者にとって、こんなに悲しいことはないぜよ。この風潮が近年ゆっくりと蔓延してきたことで、新しいトレーナーが生まれなくなってるとすら思うぜよ。だから、拙者は証明するぜよ。乱数調整なんて必要ない。人は3部以下の個体値のポケモンで勝てると。そんな感じで始まりましたポケモン対戦実況、サムライが切る。初戦のお相手はパープルさんぜよ。なかなかに渋いパーティーぜよね。フライゴン、沢村、トリトドンは中堅ながらも堅実な力を持ち、ロズレイドは草タイプ特有の粉攻撃が厄介ぜよ。特攻種族値が高いのもポイント。キリンリキ、ミルホップは何をしてくるかわからないのが怖いぜよね。対するこちらのパーティーはこんな感じ。拙者が考案したどんな相手にも対応できるパーティーぜよ。詳しい方は対戦に出した時にでも紹介予定。では今回のメンバーを考えていくぜよ。まず対戦相手のパーティーで警戒すべきはフライゴン。ガブリアスがなんたらとは言われるぜよが、実際ガブリアスが強すぎるだけでフライゴンも十分強いぜよ。U プラス値の範囲は強力無比、炎技もあるだろう。その範囲でリングマ、ミズロトム以外は全て弱点を取られるので、割かし重いポケモン、おそらく出てくるでしょう。ミズロトム対策にロズレイドも出てきそうぜよね。そうなると残りの1匹はリングマ対策にサワムラーでしょうぜよか。とは言っても波耐久のノーマルタイプ、舐めて出てこない可能性もあり得る。オノノクスを重く見てくるならば冷凍ビームを打てるトリトドンもあり得るぜよな。ミルホップ、キリンリキの2匹は本当にわからないですね。メザエンあたりをキリンリキが仕込んでる可能性はありそうですが、まあ出てきた時に考えるぜよ。ではこちらの選出。基本的にこのパーティーはエルフーンを先発に据えて相手をかき乱すパーティーですので、この相手のパーティーなら先発エルフーンが安定しそうぜよ。続いてアタッカー役。相手のパーティーの受け担当と思われるのはトリトドンだけっぽく見えるぜよ。鋼タイプもいないようぜよし。こちらは物理2枚アタッカーで行こうかなと思うぜよ。リングマ、オノノクスで殴っていきましょうぜよ。では、選出も決まったところでバトルスタートぜよ。対戦よろしくお願いしますぜよ。ふむ、先発はトリトドンだったぜよか。色違い。全然違いわからんぜよね。さあ、行くぜよエルフーン。初実況を勝利で飾る活躍、期待してるぜよ。ということでこちらのエルフーン、技構成はご覧の通り、サポート特化追い風脱出ボタン型ぜよ。ということで早速追い風、殴ってきてくれると助かるんぜよが。お、いい感じぜよね。このエルフーンは HD 特化？
そして HD の鈍い、不一致氷技など半分も効かないぜよ。戻ってくるぜよエルフーン。さて、ここで悩むのはどちらから出すかぜよな。と、悩むふりは拙者には似合わん。即決で熊の登場ぜよ。さて、今日ここでご紹介するのはこのリングマ。こちらの熊何がすごいってまずお客様の元に届いた時からすでに手負い、送料無料で追い風とともに即日配達、覚えてる技もすごいんです。特にこのから元気、いじっぱり根性発動エースフリリングマのから元気の威力は、控えめメガネラティオスの優勢群に等しい。波耐久は愚かやドランクラスの物理耐久ですら当倍に発ぜよ。どうですか皆さんこの火力、このリングマ、進化前の姫グマもつけてお値段今ならなんと。19万8000円、今高いと思いましたぜよ。仕方ないぜよな。ではそこでよく見ておくぜよ。破壊神リングマがフライゴンを蹂躙する。この圧倒的力を、ははは。粉砕。玉砕。大喝采ぜよ。もちろんフライゴンも一発ぜよ。最近巷では元青タヌキの声のクマが流行ってるらしいぜよが、ポケモン界のクマだって負けてないぜよ。最後は沢村だったぜよか。フライゴンの後に出てきたということはたすきもなさそうぜよな。追い風もまだ1ターン残ってるぜよ。この血色の悪い沢村にも手負いのクマの痛恨の一撃を食らわせて、フィニッシュぜよ。パープルさん。対戦ありがとうございましたぜよ。6が一発目で型にはまった勝ち方ができて嬉しい限りぜよな。2戦目の対戦相手はハゲワイさんぜよ。ピンクの悪魔の進化系がいるぜよな。下手に進化されると特殊点の恵み型の考慮も必要になるのがいやらしいぜよ。それと要警戒なのがサザンドラ。よくいるスカーフ型にうちのパーティーは非常に弱いぜよ。臆病最速スカーフ型だと追い風しても全員抜けないぜよ。うまくごまかさないと即敗北ぜよな。相手の視点に立って考えると、威嚇を負けてシャンデラにも勝てる。こちらのほとんどに刺さってるように見えるギャラドス。先制技持ちでハッサムを焼却できる豪華ザル。この2匹とサザンドラでほぼ決まりなんじゃなかろうぜよか。ハピナスは物理アタッカーっぽいの多いし出てこないんじゃないかなぜよ。ハッサムもこちらにあまり刺さってないしね。エレキブルはどうだろう。範囲が広いから出てくるかもしれないぜよ。ではこちらの選出。前の試合と同じくエルフーンは先発確定かな。本当にこのエルフーンは仕事してくれるぜよ。続いてアタッカーぜよが、こちらのパーティーは格闘を半減以下にできるのがシャンデラのみ。相手の豪華ザルの攻撃を空振りさせるためにも連れていきたいところ。最後はどうしようぜよ。ミズロトムだとサザンドラの相手が厳しい。スカーフ1点読みをするなら、竜技をハッサムで受けてもいいんぜよが、大文字が飛んできたら苦しいぜよ。ここは前の試合の活躍を考慮してもう一回クマに出てもらうかなぜよ。サザンドラはなんとかごまかすぜよ。では、対戦よろしくお願いしますぜよ。こちらは先ほどと同じく初手エルフーン。そういえばさっき言ってなかったぜよが、リングマは HAS の 3V ぜよ。やはり出てきたぜよねギャラドス。物理受け、物理アタッカー、特殊アタッカー、なんでもござれの万能ポケモンぜよ。こいつのせいで他の水飛行ポケモンは絶滅危惧種ぜよ。さて、とは言ってもメジャーなのはリュウマイを積むアタッカー型。積まれてもアンコールすればいいぜよしここは追い風ぜよ。ポケモンの追い風ってすごいぜよよね。素早さが2倍ってどんだけ強い風ぜよ。ほう、悠長ぜよなぁ。エルフーンの前で積むとは、赤いギャラドスが踊り狂うその姿。赤いギャラドスのちょっといいとこ見てみたい。そうでアンコール。アンコール。皆さんもパソコンの前でご一緒に。そうでアンコール。アンコール。って大学生の飲み会か。そんなこんなで竜の前を積むギャラドス。まさにまな板の上の濃い状態ぜよ。とりあえず追い風のターン消費はもったいないぜよが手動で交代ぜよな。こっちはもうすることが何もないぜよ。宿り木の種が欲しい場面もままあるんぜよが、抜く技もないんぜよよねー。さて、交換先はもちろんリングマ。もう一度綺麗な三立てで視聴者にリングマ育てるわって言わせるぜよ。相手は竜舞を限界まで積むつもりなんぜよかね。交代を選ばないとはギャラドスによほどの信頼を寄せているご様子。次のターンにハッサムに交換されても構わん。やれリングマ、手負いのクマの一撃はジャッカルより凶暴ぜよ。
あれ、何か違う？でもリアルのクマの一撃って絶対ヤバいぜよよね。リングマのモデルの月のワグマもたびたび人間を襲ったりするぜよし。交換、ハッサムぜよかね。まあ威嚇を大事にしたいところだろうぜよし。交換は静着ぜよな。豪華ザル？それはさすがにリングマを舐めすぎぜよな。捨てに来たのかもしれんぜよが、素早い豪華ザルに一撃入れれるのは好都合。助けでもなかったしこれは大きいぜよ。もちろん一撃、一度使うと病みつきになるこの超火力。今すぐジャパネットにお電話を。お値段は29万8000円ぜよ。しかし追い風も止んで無双体制はここまで。最後の一体はエレキブルだったぜよね。なんで連続で撮った動画が2000連続色違いパなんぜよ。偶然って怖い。ここはどうするぜよかね。電気技なら持ち物風船だしおそらく耐えるんぜよが、格闘技、早い話クロスチョップだと怪しいぜよ。素早さ極振りとはエース種族値50、素直に交代ぜよな。濃いクロスチョップ、シャンデラで華麗にかわしてやるぜよ。ぜよー、読まれた。だと、拙者が格闘技を読んでシャンデラを出すのを読まれたとしか言えない選択ぜよ。ぐ、なんとか助けで耐えたぜよが想定外ぜよ。このシャンデラは HCS が V の控えめ CS ぶっぱ、まずエレキブルは抜けないぜよ。しかし交換したところで活路もなし、すまぬぜよシャンデラ、この狩りは必ず破壊神が返すぜよ。完全に物理一本みたいぜよね。となるとクロスチョップはあるだろうぜよし、一枚上を行かれたぜよな。リングマは当然出せない。エルフーンでサポートしてからリングマが残り2体を全力で倒すしかないぜよな。リングマがやられたらそこでおしまいぜよ。いけエルフーン。さあ、ここでの技の選択が重要になるぜよが、置き土産は相手が2体残ってるので今回は却下。身代わりを張るメリットも薄い。アンコールも当然必要なし。つまりまた追い風脱出で上から殴るってことぜよな。初実況の動画が2つとも同じ戦術ってどういうことぜよ。まあ何はともあれ追い風発動。やっぱり持ってたんぜよね。最後の技は岩なだれとかフェイントだったんぜよかね。さ、脱出脱出。第5世代を代表するアイテムは数あるぜよが、脱出ボタンとレッドカードはとても面白いアイテムだと拙者は思ってるぜよ。こういう面白い動きのできるアイテムが次の世代でも欲しいぜよね。そんな話をしてるうちに破壊神が再び降臨。できればこのままエレキブルが居座ってくれると非常に助かるんぜよが、キャラドスは威嚇あるぜよし、まあ引っ込めて威嚇巻きに来ますぜよよね。知ってたぜよ。しかし拙者は全く焦ってないぜよ。え？なぜかって？とても簡単な話ぜよ。うちのリングマが一回威嚇を入れられたくらいで、怯えて火力が落ちると思うぜよ。クマは、強い。さすがに全てを持っていくことはできなかったぜよが十分ぜよ。食べ残しを持つギャラドス相手にこのダメージ、もう買うしかないぜよ。一家に一匹リングマの時代、来るぜよな。ということで思考停止のから元気連打、ギャラドスを突破していくぜよ。ギャラドスどうすんだって選出段階で思った人、いただろ？これが正しいギャラドスの突破方法ぜよ。火力を上げて物理で殴れ。そしてこれがラストターンぜよ。さすがに先制技をエレキブルが持ってても HP は十分。追い風はこのターンまでなのでまだ素早さで分かってるぜよ。つまり威嚇が入った状態で一発で持っていけば勝ち。さあ、どうなる？うおおリングマツエーぜよ。これぞ現代に蘇った侍の火力。この切れ味で今後も頑張っていきたいぜよな。ということでハゲワイさん、対戦ありがとうございましたぜよ。そんな感じでパート1はここまで。次回も同じパーティーで行くつもりですので、もしよかったら見てねぜよ。では次回パート2でまた会いましょうぜよ。